これね西国33箇所の、はい、まあ行った時の一条寺と諸社山遠行寺弁慶の,のね行、うん、った時のやつをまたお写真並べてみたわけですけどこれはあの参拝処理場ですね大阪のこっから見るとね一緒にこれね UFUSJ に見えるんですけどこれ実は参拝処理なんですよね、うん、あか面白いんですよこれあまですね<雨>、うん、ああ僕の育った町です えーとこれはもう神戸に飛んでますね神戸多分これ京橋のあのなんかこうパーキングエリアやと思いますでまたもや飛んでこれはもう箱が入ってると思いますねこれ雨降ってますか降ってますわかりましたかこれ雨降ってるってうんとなくわか,かるっぽい感じします正解なんですよ実はわかるもんですねこのこの時雨でね、うん、実はあの長靴をね仮名小島さんって方に長靴をいただきましてその性能を 確かめるべく雨でも強行軍で押していったんですよ。うんね、もう一条八景さん一常寺っていうところでね。 あの知って,る,こと知ってる人は知ってると思うんですけど実はちょっとこうあの心霊スポット的に有名なところらしいんですよ。うん、僕もね、うん、なんか聞いたことあるんんでですすけどねねホッッケさんが心霊スポットらしいですよ、ね、とかいうのは後から聞かされてもねちょっと勘弁してほしいなと思ったんですけどこの写真を撮ったね何年前かに、ね、実は僕一人でここへあの行ってですねまじ話ですけどねここからちょっとあの怖い思いもしとるんですよ。 えー、でね後からねそこがなんとかスポットだとかいうのを聞いてね正直あの勘弁しろとこの話はもう吉ししょうは恐ろしいなんでね、うん、でなぜかそのねお寺の一乗人にこうしてですねマリア様が立ってる、えー、清祖のマリア様が立ってるっていうわけなんですよね。なんんでほんま仏教のところにマリアさんが立ってんでしょうかねまあ、実は僕もねあそこをねあのびっくりしたんですけれども。まあ 結局そのこのマリア様はですねまあ竹藪に囲まれとったわけですよ。その竹藪に囲まれてた中にですねのぞいてみるとその人影が見えると横側やったらしいんですけどね。で実はそのある男がですねガサガサその分け入ってですねその竹藪の中にこの像を発見して対面してですね心を奪われてしまったわけなんですよ。見入れられれてしまったと僕は思うんですけれども まあそこからですねこの竹やぶを切り開いてこのような形に持ってきたんですけどそのなぜこのお寺の境内にこの像があったのかでどうしてその男の人がこのマリアの像を竹やぶのもう鬱とした竹やぶやったらしいですけどねそころからこの像を多分この角度から発見しゃったと思うんですけれどもシルエットでこう見つけたかと。 マリ,アそのマリアさんの,その周りの竹だけを切り払った時にです、ね、上からま光が差し込んだんですね、うん、おそらくその相当なのの神々しいシーンだったと思いますよなんか写真的に不気味な感じが漂ってますよねとてもいいお顔をしてらっしゃるんですけどねもうちょっと怖いんですよね、まあ、この話はまた、ね、いつかどっかであのいたしましょうちょっと。 とした話なんですよこれはね。これはね一条寺なんですけれどもね。あの基本的にはこの建物がねあの激しく古くてね。あの建物はすごいいい感じですで。で一条寺がほんまやばいんですよね。なんかここの方行ったらなんか塞の河原とかいう。 実はそこでねちょっとあの怖い思いをしましたのでね、はい、あんまり思い出したくないんですよ実はほんでまあで、まあ、一上場出てですねこう、まあ、菜の花っていうところは春ですなこれは春っていうかまあちょっと寒かったんでしょうかね急に明るい雰囲気になりましたねうんまあ人間の住む世界に帰ってきたっていう感じですかねあー、ま、だこれ TR ですね でねこれあの実はね遠行時に向かうんですけどねちょっと古い峠を越えてみようと思ってねこれ確かね大正時代か何かに掘られたなんたら明け明け坂明けのなんか忘れましたなんかそのようなねあのトンネルですあのかなりあの重厚な感じのねあのレンガ作りの古いトンネルでした、うん、まああの要は俗に言うのはその第八車あの使用の幅の えそんな感じでしたけどね、うんまあ、古い感じでこれをこのわざわざこの古いあのトンネルを通って、はい、え姫路の方、えー、加古川から姫路の方諸射山の方に向かってもうこれはあの山陽道の下に短ーシ止めたんですよ。雨降ってましたからね。うん 遠行寺の登のりあの登山口なんですよロープウェイ使わんとね、うん、ちょっとねあの古いね、昔のそしかもねその裏参道みたいなとこからねちょっと地元の、ね、おばちゃんに聞いてちょっとトライしてみたんですよこれちょっと、ね、あの水屋の下からちょっとあのグミをあの出してきましたうまいですねこれねうんじゃ僕はジューシーよくてます俺もくれうん 久久ししぶぶりりでですすこれ今バケット食ったんですよバケットこれは前日にねあの秘書のねあの方からそのリーガーロイヤルバケットを頂い,いてですねでこれは弁当にするしかないだろうということでバケット持って登ったんですね、うん、あの雨の中傘さして長靴履いてね、はい、なの道なき道みたいなねなんかこうとんでもない参道でしたよ山登りでした。 うん、滑りながらねでこう遠行寺遠行寺の上着いたらね結構な雨なんですよこれ相当の雨でねはいまあい誰も折れへんわけなんですようん寂しいですか寂しいっちゅうかねもうなんかね寂しか,った寂しかったですねうん,うんうんまあこうしてね歩いてね結構ね 上はサンドワンこれ、これ久しぶりに行けるうまいね、これうん、おいしいこれいけるわほら、これ地面濡れてるのわかるでしょうん。なんかなか苦労してるんですよこれなんか見て、これ涙がましい誰もあまりの寒しさにね三脚かなんか置いて自分で撮ってるんですよ歩いてるし悲 <laughs> しいな悲しいでしょこういうの悲しいからね 一人でで行くのは嫌なんですよ、うんこれね、ご朱印を頂い,いてこの建物は相当でかかったですよこれなかなかの巨大建造木造建造物でしたこれは、うん、もう一個いいっすかはいどうぞこれはね、うん、消防自動車ファイヤーパトロール 30年か40年前にこの山の上に諸射山の上に上げられてこうしてねいざっちゅう時はこれで、うん、消火活動するんでしょうけどねうなんかエンジンが潰れて動かなかった的なことやったらなこれ試した方がいいですねほんじゃあ、うんうん、俺も心配になってきました、うん、あ、はあ言えますな、うんね、これんとなくこれ,これ雨っぽいこれ感じわかりませんかこれ,これ これ霧じゃないんですか、うん、もう雨も霧もガスもわけわからんのですよもうねたまらんですよこういうとこ一人で歩くとな、うん、ところがこういう時にまたねいろんなねこう深くいろんなこと考えられてね、うん、たまにはいいかもしれませんねこれほらこれなんかねさっきもあの出れたんですけどこの仏様の姿とかねなかなか美しくてあのこう。 心の落ち着く偶像的なね。でもなかなか芸術的にいいと思いませすね。いの姿見るのね。偶像といえばね、<像>僕のね、はい、やっぱり、ね、AKB の前田敦子とかですね。はい。<laughs> あんた AKB の前田敦子前田敦子って言うんですけど、あんたあっつん好きなんですか。はい、大好きですよ。困りますね。まあ僕はあの萌えちゃんが好きやったのと同じような状態なんでしょうね。うん、うん。俺はねあの萌えちゃんやったんですよ実は。 あっつん水着やしがいいこと,を言うことなあそれあの勝手にしてください女が言うたらお前は俺かってあのいろんなこと言えますよはっきり言って誰の水着がいいとかこれがいいとかね、うん、俺もいっぱい言いませんよ言いませんけどいっぱいありますよほらまあねでもやっぱ一番最初は俺あの実は天地真理ですからね実はね、はあ、結構 コーナーのおっさんなんですよ。うん、お前だっつんですか？何の話をしたの？これ終わりじゃないですか？これ最後の写真でこれ？